お疲れ様でございます。今回はですね、甘いものということからその恐ろしさについてお話していこうと思います。皆さん、今ご覧いただいている清涼飲料水の画像とかね、ケーキの画像とか、果ては砂糖がそのまま写ってる画像ありますよね。まあ見るからにちょっと甘いものを想像して、頭の中に甘ったるい雰囲気がこみ上げてくるということになります。いや、私もね、すごくね、あ、いいなと思いますよ。食べてみてえなと思います。見ると何が恐ろしいかっていうとね、甘いものっていうのは実は見ただけでもその悪い効果が出るってことなんですよ。2つあります。それが食べたくなってしまうってことですよね。これはすでにね、脳の快楽報酬系に過去甘いものを食べてどんな気持ちになったかってことが刻まれてるんですよ。だから見てるだけでも悪いんですよ。次に甘いものを食べるとどうなるか。インシュリンが必要以上に出ますね。インシュリンが必要以上に出てどうなるかっていうとね、単純に言うと老化するんですよ。しかもね、これってね、甘いものを見ただけでもインシュリンが出るんですよ。だからこんな画像をね、早くね、見るのをやめた方がいいんですよ。見れば見るほど欲しくなりますし、体に入れてなくてもインシュリンが出るんですよ。その後インシュリンが必要以上に出ると何が起きるかっていうと、ちょっとやそっとの甘いものを見ただけとか、ちょっとやそっとの甘いものをね、体に入れただけでは今度インシュリンがね、出なくなるんですよ。インシュリンが出なくなったらどういうことになると思います？糖尿病でしょ？なんですよ。だから甘いものにとらわれていると糖尿病になるんですよ。恐ろしいのは見ているだけでも糖尿病になりますんで、コンビニに行ってね、スイーツの棚を横目で見ながら通り過ぎて、買ってもいない、食べてもいないのに糖尿病に近づくんですよ。で、買ってもいないし見てもいないんだけども、意識しながらそういったレジの横を通り過ぎたり、レジ横のね、ドーナツのコーナーを意識すると、それだけでも欲しいっていう気持ちになるんですよ。私も今この画像を見るとね、たまには飲んでみてもいいかなとかね、そういえばスイーツの美味しそうな店ってあそこにあったなって想像するんですよ。しかも今日私ね、市場に行ったんですよ。朝10時半ぐらいに、まあ朝食を食べに行ったんですよ。今日はちょっと時間がずれたんでね。で、その市場で食べようかなと思ったら、その市場の横にスイーツの店ができてるんですよ。なぜか。もうやめてくれと。市場でせっかくね、フレッシュなヘルシーな和食、今日はね、おまかせ丼っていうのを食べたんですよ。魚の切れ端を集めて丼にしたやつなんですけども、これがね、具材が詰まって美味しいんですよ。しかも健康でしょ。何の中間調味料もないんですよ。添加物もないんですよ。市場から上がってきた魚をそのまま砕いたやつをご飯にかけて終わりですから、むちゃシンプルですよ。そして味噌汁も美味しかったね。こういう風なものを求めていったのに、ついに市場にもスイーツの店ができちゃったんですよ。もうやめてくれと。ついつい横目で見てね、お、新しい店できた、いい匂いしてるなと思っちゃいましたよ。インシュリンが出るんですよ、それだけでも。やばいやばいと思いましたね。まあ私なんてインシュリンに対してはね、まだまだ抵抗がある方なんで全然構わないんですけども、でもたびたびそういったところに行くと、10回に1回とか100回に1回ぐらいは食べてもいいかなって気持ちになるじゃないですか。それはそのぐらい魔力があるんですよ。もちろんたまに食べるぐらいだったらそこまで問題ありません。例えばね、年に1回の誕生日にケーキを食べました、そんなに問題ありませんね。でも年に1回の誕生日でも、自分の誕生日、子供の誕生日、奥さんの誕生日、お父さんお母さんの誕生日、結局毎月のように甘いものにまみれるんですよ。だから用心しないといけないんですよね。はい。そして甘いものがね、いかに危険かってことを2つ申し上げました。見てるだけでもインシュリンが出て、それがいつかインシュリンが出なくなって糖尿病に一直線ですよって話。もう1つは、甘いものっていうのはリピートするんですよ。中毒になるんですよ。また欲しくなるんですよ。だって甘いもの食べたいじゃん、美味しいから欲しいじゃんっていう風に、美味しい美味しくないでものを食べ始めたら商業戦略の虜になるんですよ。なぜなら全ての作られた食品ってのは美味しく作られてるんですよ。少なくとも美味しく錯覚するように砂糖や小麦粉や油を混ぜてあるんですよ。乳製品を4毒を混ぜてるんですよ。だから美味しいって感じるんですよ。焼肉のタレだってね、砂糖たっぷりですよ、油たっぷりですよ。よく見てください。焼肉屋さんに行ってタレをつけたら美味しいでしょ。でもお肉が美味しかったらタレなんていらないでしょ。私は焼肉屋に行ってもちょっとお高いお肉を食べますけども、何もかけませんよ。だって肉が美味しいんだもん。二足三文の肉を食べようとするから、おかしな調味料でその調味料の味で食べるようになるわけですよ。当然胃ももたれますよね。だから炭火焼きでお肉の脂が下にポタポタ落ちてね、脂の過剰施設にならない、つまり
獣の油ですらほとんど取らないような食べ方があるんですよ。そこに味付けをどうしてもしたかったら、いい肉だったら塩コショウでものすごく味が出ますから、そういったものを食べていくと結局は医療費に全くお金払わなくていい、病院に行く必要がない、タクシー代交通費いらない、待合室で時間潰さなくていいね、時間豊かじゃないですか。お金も余るんですよ。健康状態が悪いからお金がなくなるんですよ。健康状態が悪いからね、いろんなヘルシーだと言われるものを追いかけていくんですよ。私もかつてそうでした。毎月10万円前後のサプリメントを取ってました。毎月ですよ。健康になると思ったんですよ。でも逆です。余計に取りすぎていたものをやめることによって、おかしなものを食べなくていい、探さなくていい、買わなくていい、作らなくていい、いやなんかすごく楽になりましたよ。しかも和食は美味しい。お米にこだわっています今は。味噌にこだわってますよ、ね、そして専門店に行ってお味噌の悩みを聞いてもらって、この味噌がいいですよって言ってね、出されたもの確かに納得の上で買いますよね。もうね、信用しているお味噌の専門店、お醤油の専門店できるわけですよ。それが地域経済を救うってことでしょ、支えるってことでしょ。私たちが何気なく安いものを買うのは、それはね、外国から来てる商品なんですよ。ほとんどのものが外国のものを買ってるんですよ。我々は外国のものを買うなと一方的に言ってるわけではないですよ。でも外国のものばっかり買うと、地元の業者が疲弊して後継ぎもなくて潰れていって、結局外国のものしか選べない国になるんですよ、ここが。で、外国のものがいいものだったらいいですよ。違いますからね。日本人には和食がベストマッチなんですよ。なのにその和食ばっかり食べられると、外国から輸出が日本に対してできないから、そうじゃないように作り変えているわけなんですよ。その筆頭が4毒です。この次は4毒の次は5悪ってのがあります。食品添加物です。もうね、とりあえずね、4毒をやめないと5悪の話ができないんですよ。何はなくても4毒をやめること、そこからやっと健康な食生活の第一歩が始まるんですよ。さらには精神衛生上もいいんですよね。精神疾患を患っている方、カウンセリングをもう数年とか十数年のレベルで受けてると思います。つまり治っていないんですよ。治っていないドクターのところにまた行くんですよ。おかしいと思いませんか。かもられてるんですよ。ドクターもかもられてます。ドクターももっと強い勢力によってかもられてるんですよ。だからドクター個人が悪いわけではありません。だってそうするしかないんですから。保健医療の世界に入ったらそれを守るしかないんですよ。ですんで保健医療に頼らない開業医とかっていうのは高いですよ。費用は高いですけども、最も改善に近道と私は考えます。保健診療を離れるとドクターも自分の研究と自分の患者さんへの対応ができるんですよ。高いですよ。でも完治することが見込めるんですよ。保健医療の場合完治じゃないんですよ。対処療法で次も来てねなんですよ。死ぬまで病院にリピートしなければいけないんですよ。結局病院のカモになって、その背景の外国医療制度のカモになって、医療費がなんと今36兆円ですよ。30年前6兆円だった医療費が36兆円になってるんですよ今。30年前に建設国債6兆円、今もほとんど変わりませんね。教育関連費ほとんど変わりません。防衛予算ほとんど変わりません。最近は変わってきましたけどね。だこういうふうに医療費だけドカンと膨らんだのはなんでか。しかもこの医療費が日本国内で回ってるならいいんですけども、外国に吸い取られてるんですよ。数年前なんとか注射みたいなので97兆円外国に行っちゃいましたよね、一瞬で。1年以内にかもられてるわけなんですよ。だからそういうことを考えるとね、私たちが地域の食文化、海のもの、山のもの、そして卵を地元で食べる、地域地産地消すると、それで国を守ることになるんですよ。そしたら地元の業者が潤うでしょ、自分が健康になるでしょ、みんなで良くなるわけですよ、ね、外国のものを買ったらね、質の悪いものを買ってるわけですから。ゴミみたいなものを日本人に食わせろみたいな感じで日本に送られてきてるわけですから。でその結果医療費ばっかり上がってるわけですよ。食べるものによって体が悪くなって、精神状態が悪くなって、また西洋の医学に頼って西洋を二重三重に儲けさせてるんですよ。で病院に行こうと思ってもね、タクシー代が高いから、じゃあなんとかウーバーみたいなのが入ってくるわけですよ今度。もうどこまで私たちはカモになるんですかって話です。はい、インシュリンの話をしたんですけども、ついつい熱くなってしまいました。さらにですね、運動のことちょっと話しましょうか。適度な運動って言いますけど、どのぐらいが適度かっていうとね、
呼吸数が脈拍を心拍数を超えないもの、ね、これが適切な運動です。だからやりすぎてもダメなんですよ。やらなすぎてもダメです。じゃあ一体その適切な運動を具体的に言ったら何なのって言ったら、歩くこと、2つ目、家事をすること、3つ目、掃除をすること、整理整頓すること、程度の運動なんですよ。としたらね、どっかね、わざわざねウォーキングに行くんじゃなくて、わざわざジムに行くんじゃなくて、自分の家の中を掃除する、片付けする、家事をするためにご飯を炊いたりね、焼き魚する、洗い物をする、窓拭きをするしたら身の回りが綺麗になって整理整頓して、自分の体も整理整頓、これが本当のデトックスですよ、ね、家から出ずともできるんですよ、これだけのことが。で今ね、家の中に引きこもってる人が多いでしょ。引きこもって何してるんですかと、精神状態はちょっとねこうおかしくなって鬱なんで、ちょっと寝たきりになってます。事情は分かりますけども、でも掃除をして綺麗な環境を作ってみてください。その運動が内部から改善して体調やコンディションを整えるんですよ。わざわざ病院に行っても治らないでしょ。治りましたか？ドクターは適切な処置をしましたか？処方された薬で治りましたか？そうじゃないでしょ。全て健康は自分自身から始まって自分自身で終わってるんですよね。だから何を食べどう活動するかってことだけを考えていけば、別にね専門のカウンセラーさんに頼らなくてもできることは多いんですよ。でも自分では全く何もせずに、生活習慣何にも変えずに病院にだけ行ってる、健康だけ追い求めてる、そうじゃないんですよ。これはね、はっきり言ってね、ネットビジネスでも同じことが言えます。どっかにすごい情報あるのかな、誰かについてったら稼がしてくれるのかな、じゃないんですよ。自分でパソコンでコンテンツを作る、発信をする、集客をする、誠実な心を持って人に商品を売ってみる、でお客様が何を求めているのかをね、きちんと悩みに寄り添っていく。そしたら商品売れるじゃないですか、入金されるじゃないですか、お金を払った人は喜ぶじゃないですか、両方とも良かったねなんですよ。でもそれをせずにね、どっかにいい案件ないですか、もっと高額なセルフバッグないですか、家に行ったら3万円もられてて本当ですか、違うんですよ、そこじゃないんですよそういうのを瞬間的に使いながらね、入り口として実際にどっかの展示場にいたらお金をもらうって体験をするのはいいですよ。でもそれを無限にやっていきましょうって話じゃなくて、こういった仕組みが世の中にあって、結局お金を払う企業側はどっから利益を得てるんですかってことを知ると、お金をばらまくよっていう風な形で住宅展示場に来てもらって、そこで何組かの制約を取るから元が取れるっていうビジネスモデルじゃないですか。つまりお金を配るという集客をやってるんですよ。で私たちはお金を配るという集客ができないんで、幸せを配るんですよ、知恵を配るんですよ、情報を配るんですよ。それでなるほど、それはすごくいいアイデアだねっていう風にお客様の情報の価値を増やした時にお礼がもらえるんですよね。お客様が健康に悩んでる、視聴者さんが健康について考えてる、そこにこういうのはどうですかっていう時に、さすがそうだよねっていう風に思わせるから、だからありがとうでお礼が来るんですよね。それが売り上げじゃないですか。私がこうやって4度を抜くことって言って、お金が余計にかかりましたかですよ。逆でしょ、余計なもん買わなくていいんでしょ、プラペチーノは買わなくていいんでしょ、マクドナルド行かなくていいんでしょ。その代わり和食を食べれば、私たちが日本人がね、数千年とか下手したら数万年単位で食べて、この民族の体を守ってきたものを相変わらず食べていく、1000年前2000年前に私たちの先祖が食べていたものと同じものを地域で食べていくと、地域の人も儲かる、潤う、閉店する店もなくなる、チェーン店が入る隙間はなくなる、外国勢力来る暇がなくなる、そして自分の体も安泰、何にも悪くないじゃないですか、ね、だからそういうふうに私たち個人の力でできることが多いんですよ。でもそれをせずに、どっかの誰か、インターネットの遥か彼方の向こうに自分を幸せにしてくれる人いませんか、自分の健康状態を改善してくれる人いませんか、どっかに自分を儲けさせてくれる人いませんかっていうふうにさまよっちゃうんですよ。違うんですよ、その前にやることがありますよねってこと、その情報価値をまず私は広めていきたい。その上でね、安定した精神状態とか、そして精神力ができていったら、じゃあ稼いでいきましょう、集客をしましょう、情報発信しましょう、商品作っていきましょうっていう風になっていくんですよ、ね、もちろんこんなに時間はかかりませんよ。きちんと取り組めばすぐできます。少なくとも4読をやめれない人にね、
ビジネスで儲かる可能性は非常に低いんで、自分でできる職への選択、職への戦いっていうのはまずはやってしまいましょう。3ヶ月でいいんでね、そしたらその精神力があればきっとね、その後ビジネスをやっても非常にうまく回ると思います、ね、小麦粉を抜くとかね、甘いものを控えるってことができない人に、それこそビジネスを成功させるとかね、誰かを儲けさせてあげるってことへの信頼が生まれないんですよ、やっぱり、だから4毒を抜くことに別にねこだわりまくるわけではないんですけども、ただ自分の習慣が変えられない人に稼げない習慣を稼げるようにするっていう風なのは、これまた無理難題のような気がします。いくら私が働きかけても、どんなノウハウを伝えたところで稼ぎたいと思っている人が稼ぐべき行動に切り替えない限りは何も起こらないってことなんですよねはい、じゃあ15分ほど熱く語りまして以上でございます。いってらっしゃい。